ドライブ以降、ドライブしたのがまあ1週間前ぐらいなんだけど、まあそれ以降あんま別に LINE とかも別に普通だし、まあ、そんな頻繁にやってるわけでもないし、でも結構私さ、隙見できましたって言ってから結構時間経つやん。私も忙しいし、相手もあんま時間が合わないから全然、だから全然ね、なんか進展がないっていうか、直接会ったのとかもなんかそんなにないし、そのドライブぐらい本当にぐらいしかないから、なんかね、あんまね進展に至っていないっていうか、うん、どうすればいいかなこれって、この感じでも、なんか自分もなんかさ、こう時間が経ってきちゃうとさ、いろいろ考えるわけじゃん。あ、この人なのかなとか、なんかいろいろさ、なんか変なことをいろいろ考えてさ、あ、やっぱもういいかなとか思っちゃうじゃん。なんかその時間が長すぎてもういいのかなって思い始めてもいる、正直。みんなどうしてんの？進展の深め方っていうのが分かんないから、なんかとかね、会話とか、なんか本当にくだらない話しかしないし、なんか真剣な話ができてないから、相手のこともなんかね、過去の恋愛とかも全然知らないし、過去の恋愛とか聞くとさ、なんかすごい失礼なのかなとか思っちゃうのね、自分からしたら。なんか、自分がなんか狙ってる感って、私さ、狙ってる感出したくないのね、その人に対して。なんかバレたくないわけ。わかる？この気持ち。で、わかんない？なんかバレたくないんだよね、好きっていうのは。でもバレてほしいみたいな、この矛盾みたいな感じの葛藤に思われてて今、どうしようと思って、なんか進展の仕方が分かんないって感じなんだよね。みんなどうしてんだろうと思って。でもさ、私思っちゃったことがあるんだけどさ、恋愛ってさ、時間が合わないとさ、うまくやっていけないと思うのね。例えば生活リズムとか、キャバクラやってる女の子とサラリーマンをやってる男の子を付き合うっていうのが、例えばの話だけど、こう例を出したら難しいじゃん。やっぱ生活習慣が合わないっていうのは、やっぱりだから今のそのスキピーとは生活習慣が合わないから、これ付き合ってもどうなんだろうっていう考えに立っちゃって、やっぱ生活習慣って絶対大切だと思うのね。土日は絶対休みとかさ、私は休みじゃないからさ、土日とか関係なしに、だからいきなりオフになったりとかするからさ、そういうのに生活習慣で相手をストレスに溜めちゃわないかなとか、なんかそういうのをいろいろ考えちゃって、まだ付き合ってないのにキモくね、めっちゃ付き合ってないのにこういうこと考えてるのキモいと思うんだけど、でも冷静に考えたらそうなのかなとか思い始めてきて、ちょっとどうなんだろうっていう、今なんか無双モードっていうんですかね、そういうとこに入ってて、みんなどう思う？見てくれてる方とかでさ、彼氏とかいる人とかいると思うのね。え、どう？そのやっぱデートできないってさ、きつくない？しかもきついよね、やっぱり。まあなんか正直ちょっとスキピができましたって言ってから結構年月経った、年月っていうか何ヶ月か経ってるんだけど、ちょっと今怪しい時期ですね。なんか連絡とかもなんか最近そんな頻繁に取らなくなったし、電話とかも全然しないし、たまにって感じだから、なんかそう、どう思う？みんな。でもさ、私もさ、別にすぐに彼氏が欲しいってわけじゃないしさ、欲しいってわけじゃないけど、考えてみて、今ね9月ね、もうすぐ10月ってわけじゃんね、クリスマスが来ると。これはまあ、付き合いたいよねって思っちゃうわけさ、思っちゃうじゃん。そうだから、なんかちょっと彼氏は欲しいけど、でもまあ、目にして作るあれでもないし、別にそんな、絶対彼氏欲しいよ。彼氏いないとマジ仕事とかもはかたらない、みたいな感じじゃないから、今後の流れを見て、次のドライブとか、そういう会う時に、その時もまた真剣な話ができなかったら、ちょっともう諦めようかなと思って、なんか、そういう話しかできない人ってなるわけじゃん。なんか、なんて言うんだろう。その、やっぱ真剣な話もしたいじゃん。まあ、真剣な話って多分言ったらさ、ちゃんと返してくれるし、返事してくれると思うんだけど、自分はそういう流れに持っていけないし、あっちもそういう流れに持っていこうとしてないってことは、自分のこと好きじゃないのかなとか思っちゃったりするから、なんか次のデートでいろいろなんか、判断って言い方はちょっとなんか相手に失礼だけどあれだけど、なんか自分でもちょっと考え直そうかなとは思ってるけど、でも私は今でもなんかその気持ち的にはずっと気になってるって感じなので、会える時は会いたいし、連絡できる時は連絡したいみたいな。しかも相手私の YouTube 見てないの。だからみんなになんかYouTube 通して、なんか告白と同じじゃんとか言われるんだけど、YouTube 見てないから全然知らないの。やばくね？それもまた気まずくね？みたいな。ちょっと見ろし、みたいなね。なんかちょっと、ここでちょっとアピールみたいになるかなと思ったんだけど、全然見てないらしいから、見てないとは聞いてないけど、その触れられたりとかしてないから多分見てない感じなんだよ。本当に YouTube 見ない人だから、多分知らないと思うんだよね。本当に。私が YouTube やってることは知ってるんだけど、多分 YouTube はね、見てないからね、アピールにもなってないんだよね、これ。ただの雑談みたいな感じになってる、私の。みんなへの。じゃあさ、みんなさ、マジでさ、恋愛マスターの人さ、私に恋愛教えてほしい。お願い。全然わかんない。